あと苫小牧の生徒で嬉しかったことが、T シャツ僕持ってたんですけども、新しいの全部なくて、自分が着てる T シャツはずっと7枚ぐらいあって、でそれを全60人はプレゼントできて、男子にプレゼントしたら、ありがとうございますってもらってくれて、昼に、でそれでもう夜の花火大会に来てくれてますよ、男子。早っ。ああいうところとかすごいですよね。私だったら隠し持つんじゃないかな。ねえ、すごいな。そこでまた一体感が出ますね。ですよね。今回だけね、私もね、しまったと思ってね、もうちょっとあの回しとコンタクト取っちゃってね、なんかお土産をね、作っちゃけばよかったとね、思ったんですよね。あれだったらね、もう、今あるもの投げちゃいなさいとかってね、電話かかってきたらよ。どうにかなるけやと。どうにか。確実に8名の思いはみんな届いてますからね、そうやって、生徒に。で今度2月6日に北海道の苫小牧にも行けれることになって、なんかしようね、絶対本当ですね。いや、みんなのサイズが分からんけね、5個くらいのやつ作っけ、60人分じゃね、すごいわ。ウイロー60本でいけ、頼むよ。そんなでよろしいんでしょうか、大変。とにかく喜んでほしいっていうのが届けたいですよね。そうですね、わざわざ北海道のあんな離れたところから来てくれて、 それであれだけの感動を持って帰ってくれた、すごいなと思いますね。あるんですよ、ブログを読んでいて一番感動したのが、1日目にはすごい帰りたいって感じだったので、それが最後の日には、あ、大島最高みたいな、蚊とか持ったりね、暑いし、1週間こんなとこにおれるだろうって、そこから始まって、ね、すごいドラマがあるよね、そうですよね、1週間とね、本当になんかそれこそ映画になるよね。映画になりますよ。徐々にね、高校生と一緒に行くか、高校の生徒と男性順位としたり、あとはもう校歌を見たら地元の人が泣いてくれたりとか、私も泣きましたよ、校歌とかだとね、本当にすごかったですよ、みんな一番最初の命楽しいで、もう本当にも号泣でしたからね、一人で泣けたけよかった。本当にすごい、もう涙出まくりでしたね、一回一回全部。何回も行かれてますもんね、大島の方が。てるちゃんにもしたかったね、命痛ましいね。本当ですね。でも繋がっていくでしょうね、体が。いやで、あの後僕は大島高校の吹奏楽部のところにどうやったってインタビュー行ったんですけど、やっぱもう みんなあの練習すごい一生懸命やってるんですよ。前もやりよったけど、もっと苫小牧みたいな生徒になりたいって言ってたことと、あともう一個やっぱ心に残ったのが、自分が吹奏楽をやってた時に来てもらえたこの奇跡、ああそうですね、これはすごいありがたいことだなっていうこと言われてて、あ本当にそうだなって、確かにね、こんなずっと長い間時間で、このタイミングって、あれにつながるわけか、なるほど、もう一瞬早くもなく遅くもなくちゃう、文明さんともつながってるってことですね。ですね、本当に。私はでもあれですね、楽器をどうやって持ってきたんじゃろうとかって、あれもね、だって60人おったら 60楽器あるわけでしょ、そうですよね、歌えて60人じゃないですからね、そうですね、だから親御さんとかサポートのすごさっていうのは、もうね、生徒さんもブログに書いてましたけど、それは感謝してもしきれんぐらいのサポートやなと思ってね、で私らもそれが見れたけ、それも感謝よね、そうですよね、みんなが同じ気持ちなんですよね、本当に。で、生徒が感動した一つが、ご飯グループがあるらしいんですよ、その楽器楽器で、でご飯誰かが食べれん人って絶対おるけ、食べれん人は食べれる人が食べる、食べて絶対その班で残さないっていうところも感動してました。で文明さんつながりますよね、やっぱり残さないっていう、これは一生懸命お役所さんしか農業やられる方が作って、あとは漁師される方々が取ってきて、そういうのはやっぱり大切に、その気持ちっていうか、やっぱり食べ物っていうのもやっぱり気持ちがこもってるから、それをやっぱり残すっていうのは失礼なんですよ、その考え方すごいと思いますね。ですよね、はい、やっぱね、物を作るのって本当にね、そこに物があったね、ただの物なんだけど、それそこになるまでの工程をね、分かってる人っていうのは絶対物大事にするんですよね。まさか歌作るのにしてもそうだと思うんだけど、本当にね、それが分からない人がね、多いすぎるというかね、本当物ってあれですよね、命なんです、いろんなシチュエーションとタイミングと、
全てですよね。なんかもうなんていう人を変えてくれるじゃないですか、はい、ものが、うん、本当ですよね。だけ本当にね、なんか物の大切さをね、今知ってくれ、大切だなと思ってくれる人がだんだん増えるなと思うね。マジとかのおかげ で、ね、もう一回も再認識、ね、できるよね、私は、ね、そうですね、つながりですよね。やっぱりいろいろな人とつながれると、それを、その人が関わっているものを作るっていうことに興味が出るし、感謝の気持ちが出るし、それはすごい、つながりがどん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 感謝を生むし、ものを大切にすることにつながると思いますよね。セメントでもブログの、そうですよね、セメント、そうなんですよ、本当あれば ただのセメントですけどね、あれの中にね、いっぱいそうエネルギーを使うんですけど、いっぱいそう産業廃棄物を使ったりとかして、ね、あの地球の産物だもんね。そうですよ、本当に、ね、はい、やっぱりいろいろな、あの、なんていうんですか、エコのことも考えながら、日本人でだからそういう省エネ技術とかもコツ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 考えてやっていくし、だからそこをやっぱりね、どんどん伸ばしていって、今ちょっと不景気で苦しんでますけどね、みんなの気持ちの中でこういう人とのつながりを大切にして、ものの大切さを分かってくれれば、いい方向に進むと思いますけどね。ですよね。ああ、すごいですよね。やっぱね、今日とか24時間テレビやってるじゃないですか。ありがとうっていうので、そうですね、ありがとうですね。で、私が一番感動したのは、誰に一番感謝したらいいですかってアナウンサーの人が回ってるじゃないですか。なら、結構みんな親とか言うんですよね。なんかね、思ってなかったんですよ。絶対この人親って言うんじゃろみたいな、産んでくれてありがとうとか言う人が多いんですよ。だけなんか、マーシーとかにもすごいつながるよね。すごい感謝してね、先祖にね、ありがとうってね。今鳥肌立ってきたな、ね、やっぱりね、その親とか先祖を大切に、日本人が本来持っているもので、みんな多分心の中で忘れてないんですよね。だから、だからちょっとしたきっかけとつながりでバーッと広がっていく感じがしますね。昨日その中村文明さんの終わり、終わってすぐちょうどいいタイミングで神社、その山口県の神社の宮司さんたちが集まる中で歌う機会があって、神社会の会長とかとも話したんですけど、1200年とか続いてるわけじゃないですか、神社って。っていうことは1200年前から神社を祀る、神社を祀るっていうことは先祖を大切に、1200年前の人がそう思ってるってすごいですよね。すごいと思うですよ。なんか、それ感動的のつながっちゃうんだなって、続けていくっていうことはね、すごいことだと思いますよ、やっぱり、続けるって信念がいりますからね、本当ですね。で続いてるっていうね、日本でやっぱりすごいなと思う、そこは大切にしたいなと思いますね。この感謝の気持ちが回って回って、そうですよ、連鎖してます、連鎖ですね、全ては始まりですもんね。それとなんかいつもタイミングよく、シンクロニシティ、ミシティ、言いにくいけど、シンクロニシティですね。ね、でもね、本当シンクロニシティなんですよ。ですよね。これは梶さんが教えてくれましたが、はい、そうですよ。シンクロナイトスイミングのことですかって僕は思いましたけど、あの頃は今は言えるようになりました。あれはタイミング合わせってことですか。そう、もう全部合ってるっていう。そうなんです。僕のもうマーシーが思えば僕の口から出るようなことなんですよ。なるほどね。初めにこうやってほしいなって思った瞬間こう来たりとか、初めからメールが来た時にのんちゃんから電話で話し寄った時とか、おー、楽しかったですね。28日はなんかいろんなことがありましたね。あったですね。じゃあこの25、26、このカジさん、のんちゃんたちね、もう日本を代表する人たちが来てくれるけど、どれだけ僕らが喜んでもらえるか、そうですね、動画も見せてもらったけどね、無茶ですね、あれ本当ね、いろいろすごい楽しみやな、あれとくかな、あの幼稚園の子たちがもう、ね、やったらどうしようかとか、ね、途中ね、呼んでみたいな無理なお願いをね、今したりしてからね、でも絶対なんか感動すると思うのさ、いや本当に本当にブルーハーツって言ったら私らロックバンドやってるものの神様だもんね、本当にヤフーバンドやってたけど、その人に会えるっていうのがね、僕のお父さんは梶さんのこと天皇陛下って言ってすごい、今たちにとってはほうなんじゃけえのって本当でもね、やっぱね、偉大なのは何かの時に、あのブルーハーツの曲がかかるんですよ。あ、僕の右手もそうなん、ちょっと待ってくださいよ、